モフ許さんぞ。さて、あなたのクルクルクールが今日もマリオメーカーをお届けしていくよ。今日はモチさんのコースをたくさん遊んでいきたいと思います。初めてのスピードラン、ベストクリアタイム18秒、クリア率約 4%。 初めてのスピードランだけど、モチさんのコースなんでとても期待が持てます。あ、この方は私が時々実況させていただいていたモティさんっていう方のニヤカセカンドになります。はい、ヒップドロップかーい。それはわからんし、ここのピックコインはどうやって取るのさ。こうかな、この辺こうかな。練習練習。OK、ヒップドロップで登ってこれたけど、さてここはどうすればいいのかな。進み方がよくわからなかったけど、ほいほいほい、ダンダン、うーって、ここまでは多分これでいいと思うんだけど、待って待って、赤コインが取れないよ。どうしようどうしようどうしよう、残り時間もないし、ランランルー、でもここにはドッスンがいたから、さてどうしようか。こう来てこう来てこう来て、ああ詰まった。結構シビアだぞこのコース。こう来てこう来て、これでもいいか、ランルー、投げてこうこうこうこ、ヒップドロップ。あ、こうですね。よし、難しかったけど、なんとか、来れた。くるくるくる、失敗したけど、鍵付きの扉にお邪魔して。間に合って、危ない。結構タイムギリギリだった。やったー。最後、壁キックで行った方が早かったかな。まあいいか。無事にクリアすることができました。モチさん、モチさんが今回は。うん。モチさんのスピードラン。初めてのスピードラン、やっぱりすごいですね。モティさんのコースありがとうございます。それでは次のコースいきましょう。はい、お次のモチさんのスピードランはこちら、お化けモチのスピードラン。クリア率約 3%、 さっきよりちょっと難しめかな。ベストクリアタイム38秒、こちら遊んでいこう。40秒制限のスピードランかな。さっきの難易度を考えると今回もかなり苦戦しよう。あー難しいね。今回は砲弾を踏んでいくコースなのかな。それでお化けをうまく避けていこうと。なるほどなるほど。おい、あーそこでネッチーが来るのは想定外。こっち、ほい、届いたか届かないか。結構ギリギリでジャンプしないとダメだな。ほい、ほい、ここです。で、モチー、おーい、あれ、あ、次は上に登るのか。了解了解、オッケー、わかりました。ここで、モチーを避けたら、こっちだね。はい、こっちこっちこっち、多分合ってる。あ、ここで上か。まあ、いや、ルートを覚えておこう。とりあえずルートね。オッケー、こっち、はい、土管にお邪魔します。残り20秒、まっ、うーさー、23秒、さっきよりも2秒早く来られたぞ。ここは走っていけば OK かな。こっち、はいはいはい、次のモッチーはどこで出てくるのかな。ここです。モッチーじゃなかったけど、あー届かない。結構今のいいこと来てたと思うんだけど、ほい。最近三段ジャンプの時はクールクールクールという掛け声でやらせてもらってるんだけど、もっといい掛け声ないですかね。ほい、すごいね、ダメージを食らってのゴリ押しランっていうか、なんていうか、今の作りもね。この持ち避けが結構難しい。赤コインがあと2枚。次なんだっけ、ギリギリジャンプか。あ、今のは失敗したかも。あ、でもいけた、よかった。こっち、はい、ギリギリジャンプ。土管に入ったらまだ鍵道があるんだよね。最初に戻ってくる。こっち、はい、ここか、お邪魔します。残り4秒、ここは普通に走って間に合うの。2、1、おー、よかった、やったー。モチさんのスピランコース2つ目クリアしたぜ。みんな見てくれた？
お化け餅のスピードラン、もちさん、ありがとうございます。じゃあ、また次ももちさんのコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。次は難しそうだ。ヨッシーとともにスピードランクリア率 1% 入ってきた。ベストクリアタイム48秒。早速遊んでいきましょう。さすがにクリア率 1% 台となると結構な難易度なんでしょうね。ダンダンルーじゃなくてクールクールクール。まずスピードランはやっぱりコースを覚えることから始めないとね。クールクールクール、オッケー、クール。でここでヨッシーに持って、どういうことだ。はい、待って、まあいいや、とりあえずちょっとずるいけどルート覚える。こっちだよね。あれはカロンを食べればいいのかな。でカロンを吐き出していけっていうこと。この仮面も多分吐き出せばいいのかな。こう来てギリギリだね、結構。おーし、で戻る。それは想定外で、こっち。はい、これで今度は上に登っていきようっていうことか。あのガリガリを使ってくるくるくる、起きて、ここはちょっとタイム待たないとギリギリすぎるよね。タイムがどのぐらい最終的に余裕があるのか、クリアタイムを見逃しちゃってるんで全然わからないんだけど、さっきまでのコースを見るにそうそう余裕はないっしょと思う。ほい、ガリガリを3つ踏んだらこうか、オッケー。ヒップドロップでいいのかな。お邪魔しますからの、これは吐き出す系だよね多分ね。でいいのかな。はい、お邪魔していくよ。パウワを食べたけど、なるほど、残り2秒。あーはははは、惜しいんじゃないのこれ。結構いくよ、くるくるくるからの、ここが一番難しい。ここがほい、ここで今のいい感じかな。急げ急げ急げ、時間のかなりギリギリだった。さっきの感じだとあの土管に入ってすぐゴールだったらいいけど、そういう保証もまだない。次のガリガリエリア、できれば一つ飛ばしていきたいけど、いけたかな。あ、やばいやばいやばい。でもさっきよりちょっと早いかな。これいい、ヒップドロップしてお邪魔します。次なんだっけ、メットを食べて吐き出したら赤コインを取ってヒップドロップ、オッケー。これだとヒップキャンセルができないのか。なるほどね、さっきよりも4秒ぐらい早い。4秒ぐらい、これは余裕がある。ゲイ、やったぜ、2人目のクリア者になれた。難しいね、やっぱりヨッシーってなかなか扱いが大変だっていうのを改めて思い知ったわ。食べて吐き出すまでの感覚、これをすごい早くやれないとこのコース厳しい。下手したら 1% 切るんじゃないかな、このコース。ヨッシーとともにスピードラン、ありがとうございました。ベストタイム。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちらにしましょう。草原と丘、スピードラン、もちさんのコースですね。クリア率来ましたよ。ついに 1% 切り。ベストクリアタイム保持者が噂のタックマーさんですね。早速遊んでいくで。まずは、パタメットにぶつかってやられましょう。あのパタメットをどうするんだろう、使うのかな。どうすればいい、上をこうやっていく、全部こう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 、はい、わからない、どうすればいいのこいつは。あ、メットあのパウに当てるのか、了解。でここは全部上をこうやっていけば良さそうかな。だよね、ほい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 、こうです、そうですね、了解了解。面白いわやっぱり。
光もこれを使うのか、すごいね。あ、壁キックだ。くるくるくる、オッケー。開始早々かなりのアクションがありますね。そっか、ここはしゃがみくるりんで行った方が安心だな。くるくるくる、この先に待ち受けているものは一体何なんだろう。栄光か、それとも虚しさか。よいしょ、こう来てこう来てこう、オッケー、降りてこられるからの、こっちか、ほい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 。あー、しまった。これは投げていくやつですよね。そこですよね。うん、なんとなくわかった。落ち着いてこうでいこう。はい、降りていったらその先で待ってるのは楽しい楽しい。このこれ名前あるのかな、楽しい、なんだろう。よいしょ、まあいいや、あんまり気にしない。スピン、はい、スピンスピンスピン。ちょっと時間かかっちゃったけど、まあいいか。次はバウ投げてフップドロップからの、あ、よかったよかった。とりあえず先の様子だけでも見に行きたい。あれ、これこの間タックマーさんのコースであったやつ。なるほど、それをここでやらせるか。ヒップドロップはもう最後までやっちゃっていいかな、しっかりな。いい、もうそろそろようやくクリアできそうな目処が立ってきた気がする。いくぜ、頑張れクルクルクール。あなたのクルクルクールがお届けするぜ。かっこいいところをみんなに見てもらおう。クルクルクール本体がかっこよくないから、よいしょ、ちょっと言ってて虚しいところもなくもないんだけど、まあいいじゃんそんなこと。よし、スピンスピンスピン、オッケー。さっきよりだいぶ速い。あ、キノコ取れてない、嘘。まあいいや、先の様子を見よう。先の様子こう来て、叩けてないじゃん畜生め。もちさん頼むぜ。いや、もちさんが悪いんじゃない、叩けてないクレクレクールが悪いんだよ。こうやって落ち着いていけば大丈夫なはず。よいしょ、いや、落ち着いててもこのコースは結構難しいけどね。壁キック、落ちるよ。そうするとね、こういうことを言ってるとね、怒られろってちゃんと言ってもらえるから嬉しいんだよ。うん、怒られるでも反応があると嬉しいんですよね、やっぱりね。よいしょ、こうです。はい、ほら、このキノコが取れないんだけど、なんで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 。よいしょ、ボム兵運んで、できればここを2回分だけで行きたいな。ほら、取れないんだけどキノコ。モチーさん頼むよ、それは俺のせいじゃないよ多分あれ。よいしょ、あー惜しい惜しい、ここが難しいわ。あ、赤コイン取れてない、嘘でしょ。今のはイラッとしたぞ。今どうやってのか自分でもよかってないけど、まあいいや。はい、スピン、かなり早めに。あー、もうさっきもここでやられた。ここだけスピン始めるタイミングが違うんだよ畜生め。分かんなかったな、ボタン入力が結構際どいタイミング。オッケー、来た来たか、次は来る。あー、嘘嘘嘘嘘もう嘘だ。どういうタイミングでいったら取れるのかな。あれ、後でモティさん本人に聞こうかな。お邪魔します、残り2秒、クリアだってくれ。くるくるくる、畜生め。やっとゴールが見えたんで、モチベーション回復してきた。モチベーションが上がってるうちにクリアしちゃうよ。みんな、みんなの力をオラに分けてくれ。よいしょ、元気玉作ってくださいよ。オッケー、これいいのかな。はい、今なんかちょっとタイミングずれちゃったけど、まあ大丈夫でしょう。ボム兵運びを2回踏みで、オッケー。今回早いんじゃない、オッケーでしょ。今度はタイムも余裕があるはず。このパックン、一マスずれてるところ気をつけて。オッケー。で、ここ。
6秒残し、これはいったんじゃないか。最後クールクールクール、ヒップドロップ、オッケー。見たかみんな、4秒残してクリアできた。いやー、このコースはつら面白かった、面白つらかった、楽しつらかった、つら楽しかった。ちょっとつらかせや、もちさん。素暴言答かスピードランクリアすることができました。ベストクリアタイム更新でございます。ありがとうございました。そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いします。ではまた次回のマリオメーカーでお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。